笑顔で日々を過ごせますよう祈っております。続いてご覧いただきますのは茶摘みの楽しみという作品でございます。日本のお茶もとても有名ですが、台湾もお茶の文化が栄えており、人々の生活に親しまれております。桃園市は丘陵地帯が多く、丘陵地帯はお茶の栽培に最適な地域でもあります。台湾茶といいますと、ウーロン茶や東方美人茶などがございます。また台湾の紅茶も人気があり、豊かな風味とまろやかな口当たりが特徴です。機会がございましたらぜひ一度味わってみてください。この作品は若い男女がお茶を植えたりお茶を収穫したりする牧歌的な風景を主に描いております。どうぞお楽しみください。Thank you.
がとうございます。皆様も茶畑でののどかな様子が浮かんできたのではないでしょうか。